リンネ庭園、リンネ庭園は、ウプサラにある、スウェーデン最古の植物園である。ウプサラ大学が運営している。植物学研究のための植物園の機能は、ウプサラ大学植物園に移され、現在は、カール・フォン・リンネが居住した、当時の植物園の姿に復元されている。ウプサラ大学に、植物園が作られたのは1655年で、ウプサラ大学の医学の教授、 オラウス・ルドベックがオランダのライデン薬草園を手本に医学生の教育のために設立した。1685年には1800余りの植物が育てられた。1702年にウプサラの大火で被害を受け、ルドベックの息子、オロフ・ルドベックが父親の後を継いで植物園を運営したが衰退を止めることはできなかった。 1739年には300種の植物しかなくなった。1741年の8月、カール・フォン・ディ・インネがウップサラ大学の教授となり、ルドベックの後を継ぐと植物園の中に屋敷を作り、没するまで済んだ。庭師として、オランダの植物愛好家のジョージ・グリフォード3世の別荘で働いていたディートリヒ・ニーチェルを招いた。 1745年に建築家のホーレマンに依頼し、庭の構成を変更し、自らの分類台形に従って植物を配置した。1748年にリンネはこの庭園で育てた3000種の植物に関する著作、フォートゥースアップサリエンサスを出版した。1759年から息子のショーリンネが学芸員となり、後に園長となった。 小林根の後を継いだカールツンベルクの時代に、国王グスタフ3世が植物園のために、ウプサラの王宮の庭を提供したことから、ツンベルクは有益な植物を新植物園に移し、古い植物園は植物園としての意味を失った。1917年から庭園は林根博物館として再建され、フォートゥースアップサリエンサスに掲載された植物を栽培展示している。 現在約1300の種が栽培され、ウップサーラ大学が所有している。ありがとうございます。